はい、皆さん、こんにちは。えー、2024開幕戦。えー、今日はね、えー、アルビレックスのね、えー、試合をレビューしていきたいなと思います。はい。えー、まずね、えー、無事勝ち点3を取れたということでね、あのー、ま、あ一安心というかね、幸先のいいスタートでしたよね。うん。まあね、じゃあまずね、あの、ゲームの内容からね、ちょっと話していきたいなと思うんですけど、ま、あ立ち上がりのね、あのー、ま、あミスっていうのがね、本当にヒヤヒヤしましたよね。 うんまあ、上位チームだったらね、もう前半のうちにね、2点3点取られてね、もうゲーム決められてもおかしくないっていうね、えーまあ、正直ね、そういったあの印象を持ちました、うん。あそこはね、2節以降絶対にね、改善していかなければならない点ですよね。まあ、ただねあの、風もあったということでね、かなりね、あのまあ、クリアの時にボールが戻されたりだとか、まあ、小島選手のね、明らかにこの、なんかまあ調子が悪いというわけでもなく、なんか 小島がこんなミスするのみたいなおい小島大丈夫かっていうねあのシーンがもう23回ありましたんでまあ、相当ね、えー、やりづらかったんだなという印象を持ちますね前半ね特に、まあ、前半ね特にあの鳥栖のねあのプレッシングもねもうがっちりはめられてもうシンプルにねあのー、ショートカウンター受けてっていうね展開が本当にね、えー、多くありましたんで。 ま、同じくね、新潟と試合するときは、えー、あえてね、ボール持たせてくるチームもいると思うし、で、プレッシングでね、えー、あの、開始早々、えー、あたふたしてるところに畳み込もうっていうチームがね、えー、多いと思うので、ぜひね、あのー、立ち上がりはね、去年から、あのー、まあ、問題点に上がってますが、そこはね、早く、あの、改善してほしいですよね。うん。ただね、あの、後半のね、クオリティはね、ほんと、びっくりしましたね。うーん。 いやーこのね、あの、1ヶ月、2ヶ月のね、キャンプでこんなグレード上がるのっていうぐらいね、あの、また去年とはね、違う攻撃がね、見れましたよね。特にね、あの、ま、ディフェンスラインだったりね、中盤からの1本で、あの、裏を、裏を取るっていうね、あの、プレイですよ。1人、2人、最低狙ってるというかね、あの、いい形でこう、テンポ入って回してる時に、もう1人、2人動かし 動いてねあの裏抜けの、あのー、引き出しをね持っているのでここがねもっとねあのー、合ってくれば新潟のね、えー、攻撃っていうのはねよりね、えー、脅威になりますしそのプレッシングをね下げるというかねあの相手の守備をねコンパクトにさせないっていうね、えー、利点もね働くと思うのでいやー裏抜けのね攻撃は本当にあのー、びっくりしたというかね いやあ、すごいなと思いましたね。実際にね、あの、谷口選手からの、あの、鈴木浩二選手のね、こう縦パス入った時に、谷口がね、こう、流すというかね、えー、ラストパスを送って、もう本当ね、あの、裏を取ったっていう、まあ、惜しくもね、あの、オフサイドにはなりましたけど、あのシーン、びれましたよね。うん。まあね、VAR でね、あの、はだまれてしまったんですが、もう、全然ね、えー、ゴールになってもね、おかしくないようなね、えー、ほんと、鈴木選手のね、えー 幻のゴールでしたけどうんまあ鈴木浩二選手ねあの PK 失敗もありましたけどあのー、やりきりましたよねあのー、この試合まあ2節目以降もね、えー、鈴木浩二のね活躍期待していきたいなと思いますはいでね、えー、早速じゃあ、あのー、皆さんお待ちかねの宮本英二語っていきますか いや、宮本英二ね。宮本英二はね、もう大当たり中の大当たりでしょ。もう一節見てね、あの、ここまで思わせる選手ってね、あの、なかなかいないですし、一節でこのクオリティだったら、もう二節三節ってなったらもうね、あの、かいの効かない選手になってきますよね。 宮本英二宮本英二ね、もう、あのー、僕ね、あのー、確信したシーンありまして、あの、前半のね、あのー、ボールがまだ落ち着かない、あの、収まりがね、あの、なかなか決まらないっていうね、こう、ボールがアタフタしてる時にね、宮本聖人、宮本聖人ね、こう、ボールが入った時にね、もう、冷静なトラップというか、もう、さすがの技術力だし、判断力だしっていうね、あ、このクオリティの選手なんだっていうかね、あのー、 本当にね、すごいというかね、もう J2 から来た選手なのっていうね、あの首かしげましたね、この選手、ボール触った時に。いや J、J 開幕戦でね、あのー、J1 デビューの試合でね、あのクオリティというかね、あの判断をできるのはね、あの相当ね、伸びしろをね、えー、感じさせてくれるねニュースターですよね、宮本英二 裏抜けもね、あのー、まあ、なかなかねあのー、出てこなかったシーンはありますけど、宮本がね、こうあのー、裏抜けのねあの引き出しを何,個何回も何回もねあのー、繰り返してますし、走行距離がね1 3キロ、えー、トップでしたよね、この選手。あとね、あのー、秋山とのね連携ももう1試合目にもかかわらずね、あのー うままくできてましたよねさすが秋山のねあのー、センスだなと感じたんですがまあ、宮本がねあのー、裏抜けになるもうボランチがね縦になってるんですよね完全にもう宮本がね前に出たい選手だっていうのをねあの把握して秋山はねあのアンカーのポジションにしっかりね穴埋めして入ってっていうね 1> あ第1節でねこのクオリティ見られるのかというかねもう本当楽しみになりましたね。宮本誠司のねあのー、裏への抜け出しというものはねあのー、新潟にとってね間違いなくこれ武器になりますよね。いや本当にいい選手を獲得しましたね。うん、あとねあのー、前半とそのねプレッシングがよくあの新潟のねビルドアップがね手詰まった時のねあの新井のね、えー、きっかけ作り。あのー 一発目ね、あのー、ゴール前、自分で自ら強引に切り裂いていって、まあ、パスつないで、強引にこう、中央突破した時に、あのー、ま、あファールでイエローをもらったシーン、ね、あのー、ご存知の方もいると思うんですが、さすがね、ゲームキャプテンだなというかね、あのー、新井ね、あのー、本当にリーダーシップありますし、ま、ああの、新潟のね、ビルドアップが手詰まった時にね、こう、新井がこう、自分がなんとかしてやろうっていうね、気持ちがね、見えましたね、本当に。 いやー、荒井選手ね。いいですね。もう特にね。左サイドバックはね。あの堀米いますし、森選手もね。いいって言いますから。うん、その中でもね。やっぱあのー、レギュラー争いがね。熾烈だけのね、えー、パフォーマンスを見せてくれたなというね、えー、印象を持ってますね。荒い荒いすごいいいな。うん。で、あとね、あのー、まあ、マイケルジェームズのね。あのー。 なんだろうな、あのー、ビルドアップのところをねあのもう少しねあのクオリティ上げていきたいですよねトん。マ、まあ、スデでもね結構ボールロスするところがあったんでそこねあのちょっと一番ね、あのー、ミスをしていけないはいけないポジションなのでねこのね、えーまあ、2節以降ねこの最終ラインでのね ビルドアップっていうのをね特にあの注目して見ていきたいなと思います千葉選手もね、えー、見てみたいですよね千葉選手遠藤選手もね気になりますよねうんまあセンターバックね2節以降ちょっとね、えー、メンバー変えてもう一度ちょっと見てみたいですねうんあとねちょっとねベンチメンバーを見てねあのー、非常に寂しくなったんですがあのー 長倉元樹がいないのか、そして小野裕二も出れないのかと、そして星もね、あの、入れないのかっていうね、いやー、ほんとね、新潟のね、層が厚くなってますよね、間違いなく。ちょっとね、ベンチのね、枠をもう少し増やしてもらえないでしょうかね、J リーグ、J リーグのね、あのー、方ね。いやー、それだけね、新潟がね、あのー、タレント多く、ね、なりましたよね。 この選手でベンチ入れないのっていうのがね、ありましたんで、うーん、まあ本当ね、層が厚いっていうのはね、えー、いいことですし、ニュースターがね、えー、これから2節以降ね、出てくるのはね、もう間違いないのであ、あとここも触れたいですね。あの、長谷川選手ね、あの後半、ちょっとね、時間は少なかったですが、長谷川元樹選手ね、入ると、またね、古見選手と違ってね、いいためを作れますよね、この選手、やっぱり。 うんあのー、やっぱりね、止める、蹴るっていうね、あのー、ボール持っての仕掛けだったりね、あのー、ファルの誘い方だったりだとかはね、本当にセンス感じますね、この選手。いやもっとね、あのー、新潟が押し込んでる展開っていうかね、あのゴール前でね、あの手詰まった時のね、あのー、長谷川元家を見たいですね。その時のアイディアだったりだとかね、えー、決定的なパス、あのー、こうアウトサイドでのね、こう巻いた、あのー 長谷川、ザ・長谷川だろうっていうね、あのパスね、早く見たいですよね。うん。いや、長谷川元木ね。長谷川元木もっと見たかったですね。もっと、あのー、長い時間見たいですね。長谷川元木。うん、まあ、そんなところですかね。あとね、松田栄太郎ね。松田栄太郎、痺れますね。痺れました。 まあ、特に前半なんですけど、あの、ビルドアップが手詰まった時の、あの、突破口っていうかね、あのー、まあ、選手がね、えー、どっから切り開こうって、ま、あ探したのがね、やっぱ、マツダのドリブルにね、あのー、結びつきましたよね。うん。これね、あの、本当マツダのね、あの、突破率っていうのはね、年々上がってきてるんじゃないでしょうかね。うん。 まあ、あのー、クロスもね、精度、だんだん上がってきてると思うし、松田選手ね、あのー、確実に、あのー、レベル上がってますよね、この選手。もうね、スピードっていうかね、あの、分かってるけど止められないんでしょうね。あの仕掛け、あの、シザースからね、あのー、一気にね、前に出ていくっていうね。あれだけね、あのー、似たような展開でね、あのー、まあ、当然ね、あの、相手も、 対応してくると思うんですが縦切ったりだとかそれでも止められないですからもう相当ねあの松田のトップは武器になりますよね分かっていても止められないっていうのはね本当すごい武器ですもんねうんま左サイドのねコミもあのー、まあプレイスタイルはねちょっと違うんですけどコミのね 仕掛けっていうのもね、もっと見ていきたいですよね。コミは縦ってよりもね、中にこう切れ込んでのシュートだったりラストパスっていうのがあるので、コミもね、あのー、まあね、あのー、後ろに荒井がいるだけにもっとね、あのー、仕掛けてほしいですよね。うん。ビルドアップが手詰まった時はね、やっぱりね、あの、両ウィングのね、仕掛けっていうもんがね、絶対に必要になりますから、うん。 まあその中でもね、早くね、やっぱ太田だったりが戻ってくればね、また別のね、武器が増えてきますんで、ちょっとね、太田の復帰もね、早くね、待ち遠しいですけど。はい、そんなところですからね。あと2節目以降がね、メンバーどうなっていくのかっていうのがね、気になる点ですよね。まあ、あの、前半ね、出来が悪かったにしろ、ゲームとしてはね、 えー、勝利で終わってますしあの前線のね、選手はあのみんないい活躍を見せたので2節目以降のねあの長倉だったり小野雄二はね、果たしてあのベンチ入りできるのかというかねあのー、試合に出られるのかっていうね、えー、松橋監督がねどんなローテーションをね、組んでいくかっていうのもね非常にあのー、注目が集まると思うんですが。ちょっとね、あのー 我々も楽しみに、えー、引き続きね、えー、新潟を応援していきましょう。はい。今日はね、ちょっと長くなりましたが、こんな感じで、またね、あの2節目以降も皆さんで応援していきましょう。アディオス